皆さんおはようございます。私はこの磯田康雄72になりましたね。はい、66の時に外国大学へ行きまして、69歳で研究合格でこの動画を作っております。私の趣味でやってますのでね、いろんな企画下に書いてあります、やってますけど、全てどれもね、どなたでも自由に無料で出席することができます。ただしね、メルマガ登録と動画登録をやっておいてください。メルマガの中にスケジュールとコードが書いてありますので、それを使って自由にアクセスしてくださいということで、これはいつもの話なんですけど、今日は何の話ということで、お盆入りということで、うちとこも子供らが帰ってきて、まあてんやわんやという感じで、昨日久しぶりに、ズーム飲み会をやりました。最近はね、月1回っていう形で、去年まではね、1回ズーム会議やったら1回は、次の週はズーム飲み会、次は、ズーム会議というような交互にやってたんですけど、ちょっと私が年末に体壊しましてね、ちょっと調子が悪いので、あんまり無理しないようにしようと自分で思いまして、今年からね、スケジュールかなりガクッと去年と比べて減らしてあるんですよね。まあそういう事情で、ちょっとね、いろんな企画は減ってるということです。で、まあちょっとね、夏休みも、今日から夏休みということで、動画の方はね、まだずっとアップしていきますけども、8月20日からちょっと旅行に出かけますので、そこからは動画1週間ほど飛びますけれどもということで、ちなみに暑いからね、東北地方にちょっと行っていこうと思ってますので、そのついでに臨時オフ会も仙台、盛岡、東京でやってますので申し込んでください。下に G メールアドレス書いてありますのでね、そこへ携帯番号書いて申し込んでいただいたら結構です。あれですよね、東京と、ね、仙台は申し込みはあるんですけど、盛岡ゼロですね。はい、別にゼロでもね、行きますので、はい、いうことで、だってね、あそこ涼しそうだから決めたんだよね。夏暑いしね、大阪ここの枚方日本一暑くなったこと、今年も2回あったんですよね、日本一あったんですよね。もうそんなんたまらんからっていうんで、ちょっと遠くの方へ、逃げ出そうということで、調べましたらね、本州の県庁所在地で、一番寒い、寒いのかしら、涼しいのは、実は、岩手県の盛岡だっていうことが分かって、そんな盛岡って行ったことないから行ってみようと、まあそんなことで、決めておりますので、まあということで、で昨日ね、ズーム飲み会久しぶりに、今月1回やってるんですけど久しぶりにやりました。幸いね、ニュージーランドのまっちゃんが出てきていただきまして、まあニュージーランドの事情もね、いろいろこう分かってきましたし、なんか方はまあお仕事もちろんやって家族もおられて、で人ね、野球が好きだから野球のことをすごくやってるんですけど、これそれ以外になんか、また新しい取り組みがあって、それでなんか大量にこの英文読んで英語の勉強せなあかんねんとか言うておられましたよね。というか、あの方は確か家族、全員英語なんですよね。日本語できないんですよ、あの方の家族ね、全員英語なんで、あの人一人しか日本語できないんですけれども、だからずっと日常的に英語でやってるという方ですけれども、ちょっと聞いたんですけどね、もう今日はね、盆休みということで、ちょっとズーム飲み会の話やら、いろいろちょっとこう、ちょっといつもとは違う、英語と離れて、というか、いつも英語から離れた、脱線話が多いよね。もう今日はもう、公然と脱線話でいきますよね、脱線話で。はい。ある方はね、ほら、野球をね、学生野球とかいろんな面倒見てる人で、ニュージーランド、ね、英語圏ではありますけれども、結構田舎の国なんですよね。で、あそこからなんか40人、アメリカ合衆国へ、その野球留学っていうのは、まあ、そこまで行かないかな。向こうの短大があるんですよね。カレッジね、あんまり、言うとあれだけど、レベルの高くない、そういうのがあるんですよね。合衆国にね、結構あります。そういうところへ入れて、野球学生を送ったら、40人送ったらね、34人帰ってきて、どうしたんやって言ったらね、やっぱりこの生活環境があんまり、同じ英語圏ではあるとは言うものの、あまりにも生活環境が違いすぎて、もう適応できないという、どういうことかというと、やはり合衆国ね、今都心部では、非常に犯罪が多いんですよね。で、それだけ犯罪多いと、実際いろいろこう、行った子が、事件に巻き込まれてるとか、あるいは、直接ではないけど、目の前で人が撃たれて、
て殺されちゃうとか、そういうことをこう日常的に見たり聞いたり、実際に自分が体験したりすると、やっぱりもうちょっとここに住むってのは無理だよなと言って帰ってくるという方が多かったということらしいですよね。ですからひどいことになると半年で3回強盗に入られたとか、そういうことも言ってたんですよね。そういえばね、もう私の友人が大学の先生やってるんですけど、まあ学生連れて、ゼミの学生連れてロサンゼルスだよね、ロサンゼルス行って、もちろんね学生を連れて行くんですから、そんな怪しげな安ホテルに泊まるとね、まずいですよね、安全上。それでまあ当然ロサンゼルスの一流ホテルへ泊まって出たんですよ。そしたらね、学生、まあ、2人ずつ部屋入ってますけど、2人こう遊びに行ってんで、帰ってきて自分の部屋入ったら、強盗がおって、拳銃突きつけられて、金出せって言われて、で1人はまあなんか5000円ぐらい持ってたんかな、それでなんか5000円払ったら、まあまあお前は勘弁したろやないかいと言うんで、もう1人が「いや俺金なんかないねん」と「何抜かしたねバカタレ」って言われて、それ日本語じゃないよ、英語で言われて、拳銃のこの銃傷っていうの、銃傷でね、ガチャーンと頭どつかれて血だらけになって、で先生偉い目に遭いました言うて、それでホテルのフロントへ行って、強盗にやられて来るなよ状態っていう話をしに行ったらね、ホテルのフロントの係が何て言うかというとね、警察みたいな呼んだってね、捕まるわけでもないしね、まあ命も無事やったんやし、まあ、ちょっと怪我してるけど、それぐらいやったら私のところで手当てしてあげるから、もうそんでええだろうって言って、それでもう終わり。日本やったらちょっと考えられないですよね、一流ホテルに強盗がいるって、ね、その辺の話ちょっと、聞いてて私、まあ、推測ですけどね、多分これグルだと思うんですよね、おそらく鍵渡してるんだと思うんだよね、やりやすい、この部屋のこいつらやったら取りやすいっていうのを多分通通だと思うよね、それで部屋の中に入ってたということは、そうでないと一流ホテルって全部自動オートロックでガチャッと閉まりますからね、そう簡単に開けられないはずなのに入ってるっていうことからしておかしいですしね、ほんでフロント行ったら、いやもうやめときも混んでいいだろうとか日本人やったらそれで納得しようという、まあ、その辺の読みもあったんだろうと、まあ、これは私の推測ですけどね。で、それぐらい、こう、頻発してるんですよね。で、特に先進国ね、最近、やはりそういう危険なところがいっぱい出てるんですよね。で、しかも、警察の方がね、なかなか手が回らないというのが、この先進国共通の悩みで、イギリスでもね、この前、ロンドンのからの報告読んでましたらね、もうイギリスでも、1万円以下の、いわゆる軽犯罪ですよね、被害額が1万円以下についてはもう捜査しない、だからもう犯罪としては取り扱わないという、そういうふうになったらしいんですよね。で、そのためにね、もう小売店がもう万引きの被害がものすごくいいんですよね。で、万引きしても1万円以下だったら捕まらない、まあ、店でちょっと説教されるとか、品物返したら終わりという、その程度で済むと、で、うまくいけば取れるということで、もう公然と万引きがもう横行してるという、で、まあ、1万円以下だったら、ね、連絡しても警察も来てくれないから、自分どこで処理してよって言われるという、こういう状況なんですよね。で、その話で言ったらね、合衆国の方の方の、ブロガーが、言うてるのはね、トータルが15万円以下の犯罪被害の場合はもう捜査しない、だからやりたい方だ、15万円以下やったらもう犯罪扱いしないという、犯罪は犯罪なんだけどね、もうその取り扱わないという、そういう状態になってるそうなんですよね。で、この前2年ほど前、小学校へ銃乱射事件で22人ほどが小学生が殺されて、2人、先生も殺されてましたよね。あの件でも後で調べたら、やっぱり警察官行ってもね、すぐには行かない、1時間ぐらいこうなんやかんややりながらやっと入っていってるという、そういう状況ですよね。で、特に強盗事件なんかの場合ね、やっぱり警察官も命あっての問題だから、合衆国の場合ほとんど銃持ってるので危ないからすぐ行かないんですよね。だからサイレン鳴らしながら直行せずに、もうその辺り周りをおーおーとサイレン鳴らして、もう強盗出て行ってくれたよなと思うぐらいに現場へ着いて、どうでしたって聞いて、いやお前遅すぎるやろ、ってもう逃げた後やでという、まあ、わざと接触を避ける、まあ、そういうことが普通に行われてるっていう報告なんですよね、合衆国の場合ね。まあそれも
ある意味無理ない部分もあるんですよね。で実際警察官だって殺される場合しばしばあるわけですからね、なるべくこう犯人と鉢合わせしたくない。でそれともう一個は警察官がこう執行する時、まあ、暴力的にやりなりますよね。どうしてもああいう国だから向こうも暴力で向かってくるから当然こう暴力的に逮捕せざるを得ないんだけれども、まあ、そういうところが例えば録画されててやったら、これ警察官の応募やないかと言われるというそういうこともあって、もうなるべくもう犯人と接触しない、逃げてから行くという逃げてから行くというそういうことが行われているそうなんですよね。なかなか特にこの COVID-19 以来かなりそういうのがひどくなってるらしいですよね、大都会ではね。この前もニュースかなんかで見ましたけど、サンフランシスコなんかも市内の繁華街ってもうちょっと普通の人は入れないというか、それぐらいの状況が悪化しているようですね。まあ、そういうところですから、ニュージーランドのようなね、田舎の国とあれなんですけど、のんびりした国から行ったら、とてもじゃないか、これはやっていけないやって言って、大半が帰ってきちゃったという、そういう話をしてましたよね。だから、これからね、海外旅行行かれる方で、やっぱりこう治安っていうのをね、考えていかないと、日本ってもうめちゃくちゃ安全な国で、もうこれに慣れきっちゃってるから、なかなかそう防衛っていう風な感覚にいかないんですよね。でその間この前もね、この本を読んでました。オバマ大統領夫人、元のね、元大統領夫人の、まあ、この方はシカゴで生まれて、あるいわゆる、まあ、まあ、言うことはあるけど、黒人の貧しい人たちが集まる地域ですよね。そこで生まれて、育っておられるんですけど、その頃の回想を書いておられますけどね、学校行きますよね、バスで行って、で帰って、バス停から降りて、自分のアパートへ帰る、アパートで家族がね、住んでるアパートへ帰るまでの間どうしてるかといったら、自動車のキー、部屋のキーをね、こう指の眼骨の中に入れて、いつでもこのキーで相手をガチッとさせるようにして、こうやって用心しながら、バス停から家へ帰るだけでね、そういうことをしていたって言ってますよね。それと、あの方、結構優秀な方でしたから、結構で、相当に優秀な方でございましたので、優秀な、大学のね、なんか、プリンストン大学かな、なんかで、夏のなんか、セミナーかなんか行ってたんですかね。で、だから他のね、白人の人から聞かれるわけよ。あなた、そこプリンストン大学行ったら、お金持ちの人たちに行くとこですから、お金持ちの娘さんばっかりいる寮に入ってるんですよね。で、黒人一人でそんな白人のね、お金持ちばっかりの寮に入ってて、どうだったんですかって、違和感とかね、感じませんかって聞いてこられる。で、そのことに対して答えてるんですけどね、一番びっくりしたのはね、白人のお金持ちの娘さんたち、シャワー浴びる時でもこうイヤリングなんかしてますよね。その辺ポンと置いて、そんなん黒人で考えられない、そんなもんイヤリングそんなとこ置いたら即なくなってるよって言ってるね。で、そういう病人さで、部屋でも平気で鍵開けたままどっか行ってもらうとか、そういういい環境に育ってる子たちっていうのはもうそういうビヘイビアですよね。ところがその黒人街で育ったらもう絶えず緊張してて、絶えず鍵閉めて、イヤリングそんなもんも絶対にその辺置かないし、絶えず安全な部署を確保していくとかいう、そういうことですよね。で、貧しい地域で、シカゴのね、貧しい黒人地域で育った時、ね、天気がね、雨降ったら安全なんだけど、天気がいいとね、結構ギャング同士の打ち合いとかあって危ないんだって言うんですよね。で、雨の日は割とそういう打ち合いが少ないので外出れると、で晴れてる時は危ないっていう、そういう状況なんだけれども、一番怖かったのは何かって言ったらね、意外なことにね、ギャングの拳銃とかそんなんじゃないんだよね。一番怖かったのは何でか分かりません。火事なんですよ、火事。火事が一番怖かったって言ってますよね。なんで火事が怖いの？日本で火事ってめったに起こらないですよね。ところがね、黒人街のそういう、まあ、安アパートでは火事は頻発するんですよ。なぜ火事が頻発するかというとね、古いアパートでも管理人はもうわざと放置しよるんですよね。修繕とかしない。だから、漏電による火事が非常に多かったと言ってるんですよね。で、あの国のことですから、そういう黒人街のところはあんまりこう、消防車来るのに時間がかかっちゃう。
時間がちゃうから、いわゆる焼け死ぬという事件がね頻発してて、だから火事が一番、確かあの方、3階かなんかに住まれてたんですよね。ですから兄弟でいつも打ち合わせして、万が一火事が起こった場合は窓から、逃げる場所っていうのを決めてて、向かいの、屋根へ飛び移るとか、向かいの木へ飛び移って下へ逃げるとか、そういうドリルまでやって、それが一番怖かったって言うんですよね、子供の頃ね。拳銃よりも怖かったのは火事だったと言っても、その方が圧倒的にたくさん、死んでたという話なんですよね。ですから、もう大変ですよね、住んでるとこからして。そんなんで、で、なぜね、そういう安アパートの管理人は、管理会社は、そういう老朽化した、安ホテルを、安アパートを放置してるかって言ったらね、保険金が入るんだよね。あれみんな保険かけてるだろう。だから火事行っちゃった方がいい。ほんでしかもなるべく救急消防役の遅い方がいい。全焼しちゃったら全部金入るからという。だったら新しいの建てれるという、まあ、こういう状態がシカゴで起こってたという話をね、書いておられましたよね、この本にね。ですから、結構ねそういうあたり読んでまして、なかなかね先進国、特にね合衆国は、生きていこうと思うと、やっぱりそれなりのノウハウというかサバイバル の技術とかテクニックとか、こういう時にこういうとこ行っちゃ危ないとかいうことを知っていないと、なかなかね辛いものがあったり、あるいは犯罪に巻き込まれることが多いんだなというふうに思いましたね。まあ、私は2回行きましたけど、まあ、幸いそういう事件には一切巻き込まれることなく、まあ結構親切にしていただきいただけましたですよね。まあ、なんでかな、よくわかんないけど、まあ私の場合は幸い何ともなかったですよね。いうことで、今日は何の話してんねんっていうことなんだけど、英語の勉強ですよね。まあ英語の勉強ね、暑いけどね、一生懸命やってくださいね。昨日も言いましたけど、ニュージーランドのまっちゃんじゃない、あっちの方ね。茨城のまっちゃんはね、茨城のまっちゃんは読書三昧のために快活クラブか、カフェ、ネットカフェ、48時間パック4000円を買って、おこもりさんで勉強に、まあ、やってるという建前になってるそうです。はい、事実はどれぐらい進んでるのか分かりませんけど、まあそういうのもね、一つの環境を変えて勉強やるときの、方法かなと思いますよね。ただまあね、あんまり安気に流れちゃいけませんので、たまにはね、そういうホテル感じ、ホテルが高いから、そういう、快活クラブかなんか知らないけれども、借りて、そこで、一回こう12時間猛勉強に、夏やってみるというのも、一つの方法だと思います。それで頑張って皆さんもそういうのを一回試してみてください。